こんばんは、平井弘明です。ワンラップゴルフはですね、インパクトゼロという画期的なですねナイスショットを打つ理論というのがあります。で、そのインパクトゼロっていうのは動画始めた時ぐらいからずっと言っててですね、まあ、トール君がインパクトゼロじゃないのって言って名前をつけてくれたんですけど、そのやり方とかはちょこちょこ動画でやらせていただいてるんですけども、改めてですね、総集編といいますか、インパクトゼロというのはどういうものかというのをですね、撮っていきたいと思います。平井弘明のワンラップゴルフ。初心者の方から中級者の方、あとアッパーですね、アッパーの方に見ていただきたいんですけども、まずインパクトゼロ何かっていうと、まあ単純な話、アドレスの形、アドレスしたこのクラブの形あるじゃないですか。このクラブの形に上げて戻ってくる、この形ですね。これが要はゼロの状態、インパクトゼロっていう、そういう意味なんですけども、この状態に持ってくるためにどうするかってことなんですけど、まず第一段階としてアドレスを取りました。で、まあ初心者の方も見ていただけてる方もいると思うんで、ボールの位置なんかはヘッドが自分の真ん中です。ヘッドが自分の真ん中なんで、ここが自分の真ん中ですよ、これ。で、本当のボールの位置はここ、この位置に構えます。アドレスの形から両手首を角度変えないです。こうもこうもこうもしない。このアドレスの形のまま上半身の面の回転だけで動きます。上半身の回転だけで手首を使わないってことは、前傾姿勢の角度にクラブフェースが両方右も左もなるってことなんですよ。こうこうこうなる。これが何にもしてないですよ、手首を。これがオートインパクトゼロでございます。オートなんだ。オートです。インパクトゼロしかできないから、これ。あ、そう。そう、何にも曲がってなかったら。もう一回いきますよ。あ、だから曲がってないからまっすぐ戻ってくる。そりゃそうだね。いいご質問でござす。これに自分の振るタイミングを入れますよ。一気に20ヤードぐらい距離が伸びましたね。これはですね、クラブの重さをこうやってボールにぶつけてるんですよ、今。そう、それが自分のタイミング、要は上がって降りるところでクラブをビュンって振ってるんですよ。ちょんと押してるだけ。その時にもちろんクラブの重力を使うんで、手首だったりこう腕のたわみだったりっていうのは多少使います。それは使うっていうだけで、どれぐらいっていうのはないんですよ。それは自分自身で、こんだけ入れる人もいれば、ちょっとしか入れない人もいる。それはお好きな感じです。それがタイミングなんで、それがタイミング合わない角度だったら、自分のタイミングでは打てないはずなんで、そしたら角度を調整していただいた方がいいですね。もう一回、オートインパクトゼロいきますよ。ここから自分の上げて下ろすリズム、そうで、それはさ、そのオートインパクトゼロからさ、自分のリズムにした時にはさ、自分のリズムで打つから手首とかが曲がっちゃうと思うんだけど。曲がっちゃう。それはいいんだ。いい。手首が曲がったらボールが曲がるよっていうことを知ってくださいってこと。だから曲がって全然いい。曲がるもんなのね。そう。で、なんでいきなりジャンプアップしてんのって話なのよ。こっからこうやって何にもしないインパクトゼロから、いきなりリズムを使って言ったら、ほぼほぼもう上級者と同じレベル。あ、そう。で、なんでそこまで一気に上がるかって言ったら、結局そのフェースの向きだったり、リズム感、っていうのが、自分でそのオートインパクトゼロとそれを入れてないっていうのがそこでわかるんだよね。でも
リズムを使って打った時に、うん、そのリズムができない人っているの。その時に、うん、その結局今こうやって構えて、うん、リズムを入れて打ってくださいねって言った時に当たんない人いるでしょ、うん、それはそのリズムを入れられてないのね、うん、でその時にどうしたらリズムを入れられるかがそこで疑問になってきてほしい。でその時にリズムを入れやすいっていうのは、うん、手首とグリップをめちゃくちゃ緩く使う、うん、要はこういう状態、うんうん、そう。だそれはうちの父ちゃんが聞いた方が早いんだけど要は自分が振られる、クラブに振られる感覚をつかまなきゃいけない。それがリズム。こうやって。で、リズム合いませんでした。なんとなく合いました、うん。これはアドレスからフィニッシュまで、ここでこうなんとなく止まるまで、ずっと手首とグリップの力加減は変えない。うん、とにかく振られる。どんなちっちゃい動きでもいい。こうやって。これタイミング合いました。うん、そう。でもあれじゃ飛ばないでしょ。だからどん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 今の力で最大限飛ばせる力までグリップと手首の力を入れてあげる。こうやって。そうすると勝手にスピードも速くなる。そう。上げて、下ろす。それが、これが飛ばせる人もいるの。そう。したらその人はもうこっからタイミングはなしにした方がいい。うん、オートでいい。オートでいい。ずっと。それを体の強さで打つしかない。はあ、なるほどね。それがタイプなんだね、その人の。それが、このインパクトゼロだから。そう。まあ、これ今大げさにやってるけど、まあそんな感じで、硬く使う。でも柔らかく使う人っていうのは必ずリズムだから、そのリズムをつかむのには、パーツをなるべくゆっくり使ってあげて、全体的にリズムを取りながら、柔らかく打ってあげるしかない、うん。それが自分のリズムで打てる力加減というかタイミングなんでね、うん。そこで先に飛ばしたい距離が生まれた時点でもうそのリズムはできない。リズムができて飛ばしたい距離っていうかその人の飛ぶ距離が決まるから、うんうん、先に何番は何ヤードぐらい飛ばさなきゃダメだよってなっちゃったらもうできない。そのリズムを狂わされちゃうから。だからその方が飛ぶ距離って必ず決まってるから、現段階でね。で、そっからじゃあもうちょっと距離が欲しいから、例えばスピードを全体的に上げるとか、トレーニングをするとか、クラブを変えるとか、そういうふうにこうなっていかなきゃいけない。今現段階でただパッとスピードを上げて飛ばせるものではないんで、だそれはリズムが狂っちゃうのが原因でミスが出るからね、うん。だからちゃんと自分が今飛ばせる範囲の距離っていうのをリズムよく打てて把握することっていうのがめちゃくちゃ大事。で、そこでもちろん大事なのはそのインパクトにきっちり戻ってこなかったら、うん、その距離すらもわからない、うん。例えばこうやって構えてんのに、うん、こうやって戻ってきたら飛んじゃうじゃない、うん、こうやって帰ってきたら飛ばないでしょ、うん、高く上がっちゃって。そう、だから、ね、しっかりとここで、こうやって戻る練習をすることが大事。どんだけ遅くてもいいんですよ。本当に。どんだけ遅くてもいいんで、インパクトゼロの状態に、戻ってるかどうか、うん。これがめちゃくちゃ大事。今戻ったんですけど、どうやって戻しましたってなってくるんですよ。自分に聞いてみてください。なんで戻んなかったのか、なんで戻ったのか、っていうのが大事なんです。じゃあ、なんで戻んなかったとか、なんで戻ったって言って、で、その理由をまた言えた方がいいですよ。だから、インパクトで、クラブを戻すために、どこの力を入れたのか、どこの力が足りなかったのかっていうのも、考えなきゃいけないですよ。で、それがいらないんだったら、本当にタイミングなしにして、あんまり曲がるパーツを使わないで、ちょっと腕に張り感を持たせながら、こうやって打ってあげると、タイミングはいらないんで、体のこう力、強さっていうのを必要とするんですけども、それなりにボールは飛んできますんで、そう、リズムを取るか力を取るかっていうのを決めていただいて、インパクトゼロにどうやったら向かうかっていうのを自分で考えなきゃいけないんですよ。前も動画で言いましたけども、多分戻し方っていうか、こう戻った形は皆さん知ってるんですよ。アドレスを取ってるから、そこに戻ればいいんで、その形になんで戻んないかなんですよ。めちゃくちゃ力むからね。め
ちゃくちゃ力んでるな。その戻ってないっていう状態はやっぱり振り遅れなんですか。振り遅れ振り遅れ振り遅れ。9割9分9厘だな。99.9% ってことで間違いない。はい、本当申し訳ないけど昨日の方もそうだった。どういう風になるの、それちょっと悪い例をさ、どう戻したいのにどう戻ってきて、ゆっくりやるよ、うん、ああそれは戻ってないわ確かに、うん、ああそれも戻ってないね、うん、はい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 、この3パターンだ。じゃあそれあれか、動画撮ってみると分かんない。分かる分かる。スローとかだったら余計分かんだ。めっちゃくちゃ分かる。俺の目は 16K なんだけど16K なんだ、うん、すっごいわかる。じゃあこの GoPro より全然全然全然これ 5.3K までしか撮れないから。あーもうもうすごいからすごいんだよ。そういやこうなってんな絶対こうなってんなって言って、うん、動画撮ると本当そうなってるから毎回ですんで。なんで今の3パターンの動きになるかってことよね、うん、俺多分ワンナップゴルフで初めて言うかもしれない。トロ君に申し訳ないけど言っていい、うん、体使うから違う、ん500回くらい言ってるそうだって本当に体で打ってるから。昨日の人なんてここにクラブ入ってた嘘、うん、すごいじゃん。でボールここにティーアップしてた。あすごいそうです、うん、そうです、うん、でもあのご本人了承なんで今やりましたけど。あ了承いいの、うん、やってって言われたか動画で。嘘やってって言ってた違う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 違
そう、やってくださいっつって言った。嘘、あ、本当に。そう、ありがとうございます。いや、本当ネタ提供していただいてありがとうございます。そう、だからそういう本当多いんですよって言ったら、うん、じゃあ多いんだったら動画で全然やってくれていいですよって言ってた。そっか、何でボール打ってるのかって話ね。それそうなんです。ね、そういうことでしょ。そうです。そうだ、ヘッドで打ってるヘッドです。ヘッド動かさないと。そう、一生懸命。そう、ワンナップゴルフの理論って新しいネタではないのよ、もちろん登録も知ってるけど、うん、で最新理論では当たり前のことを自動化って言ってるんだよ。あへえ。そう、自動化って言ってるんだけど、うん、俺はね確かに自動化ってあると思う、うん、それはプロでいうインパクトゼロよ。もう当たり前にやる、当たり前にやること前提だからね。そう、はい、だけど俺ここは自動化じゃないと思うんだよね。飛べたり動かさなかったら、うん、やっぱり反応しないと思うんだ。だから飛ばそうとして体をこうやって使ってるからそうなってるだけだと思うんだよね、うんうん、そう、その理由言っていい、うん、その方にこうやって普通に構えて、うん、3倍ぐらい遅くフルスイングしてくださいって言ったの、うん、要はスローモーションで打ってって言ったの、うん、したら、うん、あれこういうスイングしたの。普通じゃん。そう、やってないじゃん。やってないでしょ。やってない。自分で答えの動きしちゃってるじゃない。やってないのよ。でも本当はやってない。やってるでしょ。だから自動化じゃないでしょって。だって自動化してるんだったらそこでもこうやってやるでしょって。いや、そうだね、速度は違えど、うん、でもこうなってないんだから、こうなってんだから、もともとが違うじゃん、そもそも。そうだね。そう、だからやってんですよって。、うん、まず、うん、このスローができなかったらフルスイングの自分の振りたいスピードには上げられませんって。そうか、それをどんどんね自分のその振りたいスピードに上げていくってことだよね。ドライバーなんかやばかったんだから、1球目ここをダフって左の木に飛んでったんだから。ここにドンカンっつって、はあ、そんぐらい振り遅れてんだから。こうやって振り遅れプラスガンネ。だってダウンスイングでもうこうフィニッシュいってんだから。すごいね、ギャップが。やば、ギャップ萌えだね。何でもいいように言ってる。本当にそれぐらい体とクラブがうまく同調できてないんだよね。飛ばしたくないクラブって
飛ばさなくていいやと思ってるクラブって何番になりますかって言ったの、うん、したらパターとウェッジってパターとウェッジ打ってもらった、うん、めっちゃくちゃうまいのよ。あ、そうなんだ。ああ飛ばしたくなった瞬間にダメなんだ。そう、体を使うから。言っちゃえばタイヤよ、うんうん、車で言う、うん、ボディだけ言ってるからね。置いてけぼり。そう、よく漫画であるでしょ。漫画です。そう。いや、ほんとそうよ、うん、だから動きのメインとなるものはやっぱクラブであって、うん、だってこれが早く動いてたら早く振れるじゃない、うん、そうだね、で飛ぶじゃない。そうだね。そこだよね。ここいくら振ったってついてきてないんだったら意味がないじゃない、うん、クラブがついてきてて意味があるわけ。そう、やっとね。それをね、2時間のレッスンだったんだけど、うん、1時間弱ぐらいは言ったのかな、50分ぐらいそれを説明した。そしたらね、10分ぐらい時間くださいって言われて、メモ取ってる、うん、携帯 で、うん、で全部今言ったことを書いていただいてて、でそれがすっきりして、いざ8番やんかな、うん、打ったら、うん、やっぱりすげえいい球出てんだよね、うん、で全然足らない、物足んないってわけよ、うん、だから今までが体使ってて、うん、誰々さんが本人が頑張ってたから、うん、クラブは全然こうやって動いてないって言ったの、うん、でも今は自分が止まっててクラブが動いてるから、うん、すごく打った感はないけども、うん、飛距離は飛んでますよねってさっきより、うん、だこれが結局プロが見てて全然振ってないように見えるけど飛んでるっていうのの一つですよって。はい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 、そうだね。そう、体振ってんじゃないかな。そう、クラブはものすごいスピードですよって、はい、ただクラブってそんな振ってても物がこんだけ細いからそんなにこう早くは見えないんでね、うん、ちゃんとそのボールを飛ばす理解っていうのがないと今後飛ばすことはできないんで、必ずこれはやってくださいって言ったの。だから最初ね、これもできなかったの、このこれもこれも。へえ。プランプランができない。こうダムダムしてたのか。そうなんだ。そう。だからクラブに振られてなかったの、うんうんうん。自分がもうグリップを振ってたからね。うんうん、ヘッドは止まってるまま。うん、だからそれじゃあ飛ばせないからって言って そういう話が始まったんだけど、うん。それだけで全然変わる。そうだから、そのインパクトゼロの形っていうのは、まあ最初やったそのまず第一段階として上半身のこの角度に沿ってこうやって動かしてまず打つこと、それはタイミングなんかなくていいです。本当そのまんまの形でこうやって打ってあげることが大事で、そっからその次の段階にいる時にグリップの力を抜いてクラブをこうやって振ってあげるのか、全体的にこうやって硬くしてこうやって打つのか、それはどっちが打ちやすいかっていう方ですね、うん、だからもちろん両方正解でいいんですよ。でむしろ2通りできてもいいです。もちろんどっちかでもいいんですけども、ちゃんとした形とやり方っていうのをマスターしていただいて、そのインパクトゼロっていうのを10回やったらもちろん10回できた方がいいんですよ。それはもう再現性につながるものなので、まず本当単純に軌道が良くたってフェースがこう開き閉じしていればそのイレギュラーな方向にボールはもちろん飛んでいくので、きっちりこの形に戻ってくることっていうのが大事なんです。こういうことですよね。しっかりここにこうピタッと戻ってくる、こういうことが大事なんで、もうこんなんだって理屈じゃないじゃないですか。こんなのだってまっすぐ飛ばしたいからこうやってフェースをこうやってまっすぐ戻すだけなんで、そこにこうなんか理論はいらなくて、しっかりとしたフェースの向きで戻すようにまずはスイングすることで、それができないんだったらどんどんスピード落として戻せるスピードで一回やることっていうのがすごい、まず結果を出すことですよね。それが大事なんで、ちょっと練習場でやってみてください。今回はですね、インパクトゼロをちょっともう一度動画にしてみました。でいろいろ途中伝えたいことがあって、インパクトゼロとちょっと脱線してるところあるんですけども、まあ本当にこれが一つのインパクトゼロとしてちょっとお伝えしたいことを取っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれ
ていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。